小林誠也と安田雅史のはじめの2分。皆さんこんばんは、小林誠也です。今回も僕らの番組を聞いていただきましてありがとうございます。安田雅史です。はい、ということで、もう最近また雨がもっと強くなって梅雨の時期となりましたね。そうですね。いや、僕雨結構嫌いなんですよ。嫌いというか苦手で、はい、ジメジメとした感じだったりとかがちょっと苦手で、梅雨雨が好きって方いらっしゃるじゃないですか。はい、いますね。なので僕そっちの反対側というか、梅雨明けが大好きなんですね。カラッとした、はい、曇り空がなくなり青空が広がって、はいはい、もうちょっとね、緑も生い茂ってというあれが本当好きで。安田さんはちなみに梅雨とか雨梅雨ですか？僕は野球をやっていたので、この時期になるとやっぱ雨降っちゃうと野球ってやっぱ外で、そうですね、外で練習も試合もできないので、この時期だと室内練習が多くなっちゃうんですよね。室内練習、はい、どういったものかというと室内で野球はできないので、はい、そうですね、筋力トレーニングとか、はい、なるほど、ベンチプレスで上げたりとか、あとはひたすらダッシュとか、そういう基礎的なものをやるんですけど、はい、それが僕的にはちょっときつい部分があるんですよね。それが印象に残ってる。それを一日中やんなくちゃいけないんで。ああ、なるほど。そうなんですよ。それはなかなかですね。でもこの時期になると、高校野球やってる人だとちょっと分かるかもしれませんが、この時期新しいグローブを買い替える時期みたいな感じなんで、僕のイメージですけど、あくまで僕のイメージですけど、そういう時期なんですよ。で、室内練習なんでグローブも使わないので、はい、グローブって買った後ってすごく硬いんですよ。で、ボールまだ取れない状態なんですよ。で、それを必死にこうパン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 こう、その時期に柔らかくできるっていうことで、はい、で夏の大会、本番の大会に向けて仕上げるっていう、そういうちょうどいい買い時みたいな感じなんですね。そういう時期ですね、僕からすると。なるほど、そういうイメージ。人それぞれですね。そうですね、本当に。それでは改めまして、この番組はじめの2分、パーソナリティを務めさせていただきます私、小林誠也の自己紹介をさせていただきますと、1996年熊本県で生まれ、現在俳優として勉強中です。いろんな番組 CM などのエキストラに参加のほか、上演作品の DVD ジャケットデザインなどを担当させていただいたりと、役者以外にもいろいろとパフォーマーとしてチャレンジさせていただいております。将来はできれば幅広くいろんな分野でマルチに活動したいと頑張っております。私、安田雅史も1996年生まれで栃木県出身です。高校までは先ほどおっしゃいましたが野球一筋で頑張ってまいりましたが、現在は小林さんと同じようにエキストラやたまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。将来は俳優として皆さんの記憶に残るシーンに一作品でも多く出演していきたいと思っております。今回もどうかリスナーの皆様の温かい、そして広いお心で僕たちの番組をお聞きいただきますようお願い申し上げます。僕たち2人でより多くの方に聞いていただけるよう頑張ってまいります。それでは最初のコーナーは、マー君ジャスト50の一人旅のコーナー。このコーナーはプチ一人旅が好きな僕、安田雅史が毎月山手線の田端駅からスタートして指定する目的駅に向かって必ず往復ジャスト50駅で田端に帰ってくる、そのような生き方をご紹介させていただくコーナーです。はい、ちなみにちょうど50駅にするために行きと帰りのルートは変えることもありますことご容赦ください。さて、今回向かった場所は、はい、長野県にあります軽井沢駅に向かいました。おお、はい。前回自らお伝えしました通り、はい、簡単に50駅にしすぎる疑惑を晴らすべく、はい、今回は頑張って自腹でちょっと遠くの方まで頑張って行ってまいりました。そうですね、はい、まずルート説明の前にですね、はい、軽井沢駅がどういったところかと申しますと、はい、JR 東日本と信濃鉄道の駅で、長野県内の鉄道駅では最東端の駅になります。はい、開業は1888年、明治8年で、1912年、明治45年に当時の信越線横川駅と軽井沢駅間で日本初の幹線電化されたそうです、はい、現在の駅舎は北陸新幹線の開業に伴い、はい、駅舎を全面改築し、はい、軽井沢の代表的樹木白樺、はい、
白樺をイメージしてデザインされた居城駅となっています、はい、ちなみに旧駅舎は解体されてしまいましたが、はい、新駅舎開業後に明治期の姿を復元した旧軽井沢駅舎記念館が建てられ、はい、2017年平成29年に9年より改札口や出札窓口を新設して駅舎としても機能するようになったそうです、はい、さて今回の軽井沢駅に行く、ルートを説明していきたいと思います、はい、まず田端駅から軽井沢駅へ在来線のみでのルートを説明したいと思います。はい、まず JR 山手線内回りに乗車し田端駅から新宿駅まで行きます、はい、ここで8駅ですね。8駅、はい、そこから JR 中央線に乗り換えて新宿駅から高尾駅まで、はい、高尾駅、はい、行きます。ここで21駅です、はい、でそこから JR 中央本線に乗り換えて高尾駅から、はい、小淵沢駅に行きます、はい、ここで27駅、27、はい、はい、ここで、乗り換えて次は JR 小海線、はい、で小淵沢駅から小諸駅、はい、という駅まで行って、はい、行きます。でここで30駅です、はい、でそこから信濃鉄道へ乗り換えて、小諸駅から軽井沢駅ということで、はい、ここで5駅で合計しますと91駅結構オーバーしてますね。そうですね。で乗車時間は、まあ、優に6時間を超えてしまいます、はい、まあ、これではいくら工夫しても、まあ、ジャスト50は成立しないので、そうですね、まあ、今回は新幹線も利用することにしました。おー、はい、それではその新幹線を使ったルート説明に行きたいと思います、はい、まず山手線外回りに乗車し、はい、田端駅から東京駅まで行きます、はい、ここで9駅です、はい、で次に、上野東京ライン宇都宮線に乗り換えて、はい、東京駅から上野駅へ向かいます、はい、ここで1駅です、はい、そしてここから新幹線に乗り換えて、はい、上野駅から軽井沢駅まで行きます、はい、ここで5駅です、はい、行きは合計15駅。おお、なるほど、はい、そして帰りの、はい、新幹線帰りのルートに、はい、帰りのルート、はい、まあ、15駅ですのでここだと35駅残り、そうですね、結構変えなければいけない、はい、そうなんですけど結構変えました、はい、で帰りのルートに行きますと新幹線へまず乗り、はい、軽井沢駅から高崎駅まで行きます。あ、はい、ここで、はい、で2駅ここで下車します、はい、でそこから高崎線へ乗り換えて高崎駅から大宮駅まで行きます、はい、ここで18駅です、はい、でそこから埼京線に乗り換えて大宮駅から赤羽駅まで行きます、はい、ここで11駅、はい、そこから京浜東北線に乗り換えて赤羽駅から田端駅で4駅で合計いたしますと35駅と、はい、ということでジャスト50駅で行って帰ってくることができました。おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみに合計の、所要時間は、はい、行きは1時間50分ほどだったのに対し、はい、帰りは2時間半ほど結構かかりました。へー、はい、さてで実際に軽井沢駅に行ってみた感想ですが、はい、まあ、改札を出てみると見晴らしのいい景色で遠くの山々を眺めることができ、はい、天気も良かったので、はい、すっごく開放的な気持ちになりました。あ、はい、また駅のそばにはアウトレットもあり、はい、まあ、たくさんの買い物客でにぎわっており、まあ、私もついつい買い物をしてしまいました。そうなんですね。そうなんですよ。まあ普段、新幹線を使うことはなかなかないと思いますが、そうですね、まあ、思い切って新幹線で遠出するのも悪くないと思い、はい、まあ、今後は新幹線や特急も織り込んだジャスト50にしていくべきだと、まあ、改めて強く思いました。はい、まあ、今回訪れた軽井沢は、避暑地としても、ああ避暑地、はい、避暑地としても有名ですので、皆さんもぜひこの夏一度行かれてみてはいかがでしょうか。はい、以上今月のマー君ジャスト50の一人旅のコーナーでした。プチタイムスリップのコーナー。このコーナーはちょっとだけ昔懐かしい感じのするものや習慣、文化、日用品や食べ物などについて意外と知らない歴史やエピソードを紹介させていただくコーナーです。今回も小林さんがいろいろリサーチしてくれていますので、まあ、早速発表していただきたいと思います。はい、小林さんお願いします。はい、今回のテーマは6月14日から始まる、サッカーワールドカップにちなんで、それぞれの種目の日本代表チームの愛称、
また通称についてお話しさせていただきたいと思います。はい、古くはですね1972年、昭和47年に札幌オリンピックが開かれまして、でそこの、70メートル級、まあ、現在のノーマルヒルというジャンプで、日本のジャンプ陣がメダルを独占しまして、はい、でそこがきっかけで、日本のスキーの日本の代表は、はい、日の丸飛行隊というかっこいい名前で、かっこいいですね、はい、かっこいい愛称で呼ばれているんですね、はい、で次に行きまして、はい、サッカーですね、はいはい、サッカーは男子女子で異なりまして、まずサッカー男子が、はい、サムライブルーという、はい、まあ、チームカラーの青にちなんでこの名前が付けられました、はい、でユニフォームを、指してジャパンブルーと呼ぶこともあります、はい、まあ、野球のご存知の方は、サムライジャパン、そうですね、そうですね、はい、野球はよく言いますが、そのサムライジャパンよりも先にサムライを、はい、ね、愛称として使用されていたんです。で、サッカーの女子は、はい、まあ、よく有名で聞いたことあるんじゃないでしょうか、なでしこジャパン、はい、もうこれはですね公募で決まったんです ね、そうですね、約2700通の応募から3回の選考を経て決定したということで、はい、もう日本女性の美少、はい、大和なでしこにちなんでこの名前が付けられたということで、はい、2011年の新語・流行語大賞にも受賞しているほどの、はい、すごいもう一躍ブームとなった言葉ですね。で、ユニフォームにはなでしこの花の色であるピンク色がですね、首下や、脇下のラインに使用されておりまして、すごい可愛らしく、あのちょっとしたおしゃれが、はい、そうですね、可愛いワンポイントとしてね、はい、使われております。で、次、先ほどちょこっと紹介しました野球ですね、はい、野球が、サムライジャパンということで、はい、そうですね、この愛称はですね、トップチームを含む、全世代のことを指しているということで、はい、社会人代表や大学代表の方が出場する場合もこのサムライジャパンと称しているんですね、はい、なのでそのトップチームがだけがこうサムライジャパンではないそうなので、はい、はい、これ豆知識として覚えておいてください、はい、で次、バレーボール男子、はい、女子ということで、バレーボール男子が龍神日本、はい、こちらも、サッカーとサッカーの女子と同じく公募で決定し、はい、バレーボール女子の日の鳥日本もこちらも公募で決定したんですね、はい、でちなみにこれ、日本とソ連が優勝を争っていた日ソ二強時代というものがありまして、はい、その時鬼の大松監督が率いるチームは東洋の魔女とも呼ばれていました。そうですね、はい、で次、ホッケーが、男子が侍ジャパンと、はい、野球の侍ジャパンと同じなんですけども、野球の侍ジャパンよりも先に、あ、これもですか、はい、ホッケーの方が、侍ジャパンという名前で、はい、公募で決定しておりました。でこの侍ジャパンの侍なんですけど、正式にはひらがなで表記されておりまして、時々、カタカナでも、カタカナも使用されることがあります、はい、で次にホッケーの女子、はい、ホッケーの女子は桜ジャパンという名前で愛称で親しまれており、こちらも公募で決定しました、はい、桜は日本の代表的な国歌の一つということで、はい、で、ユニフォームには桜の花がね大きくこちらもあしらわれておりまして、とても可愛いデザインとなっております。で次にハンドボール男子はムササビジャパン、はい、でハンドボール女子はレインボージャパンということで、1チーム7人と7色の虹をかけてのこのレインボージャパンという愛称でございます。なるほど。次に競泳はトビウオジャパンと呼ばれています、はい、こちらは古橋ひろのしんさんの現役時代の異名、はい、藤山の飛び魚にちなんでこの飛び魚ジャパンという愛称で親しまれております。で次にシンクロナイズドスイミング、はい、こちらはマーメイドジャパンという日テレビに朝日が、使用していた呼称を日本水泳連盟が正式に採用してこちらが呼ばれております。で次に新体操の女子、はい、こちらはフェアリージャパンという、はい、すごい美しい名前で呼ばれております。で面白いところではですね、こちら囲碁がございまして、囲碁の日本代表が知恵の和ジャパンという、はい、この知恵の和の和が和風の和なんですね。あ、なるほど、はい、知恵の和ジャパンと呼ばれておりまして、こちらは公募で決定して
この知恵の輪、あのよくパズルみたいな、はい、あちらにちなんで名前を決定したそうです。で、囲碁は2010年のスポーツアジア大会、中国杭州に 初出場しているんですね、はい、皆さんいかがだったでしょうか。改めて各各々の大会の時を思い出していただきたいとともに、まずはサッカー日本代表、はい、サムライブルーの活躍に期待したいと思います。以上、プチタイムスリップのコーナーでした。ラジオでスポーツのコーナー。このコーナーはあまりスポーツに関して得意ではなく、知識も少ない小林さんにもっといろんなスポーツに興味を持ってほしいということで、スポーツマン私安田雅史がまずはさまざまなスポーツ競技のルールをクイズ形式に教えていくコーナーです。はい、ぜひリスナーの皆さんもこのクイズにお耳を傾けていただき、よりスポーツを楽しむきっかけになれば嬉しいです。今回は2020年の東京オリンピックで追加種目として正式に採用されたスポーツクライミングから出題させていただきたいと思います、はい、まずスポーツクライミングについて、はい、どういうスポーツかと申しますと、はい、スポーツクライミングは全部で3種目あり、はい、リード種目、ボルダリング種目、はい、スピード種目に分かれます、はい、東京東京2020の大会で実施される種目は、同じ条件で設置された壁を2人の選手が同時に登り、はい、速さを競うスピード、はい、で 壁を制限時間内にいくつかの登れるかという競うボルダリング、はい、で制限時間内に高い壁を、まあ、どの地点まで登れるかを競うリードの3つで行われ、はい、各選手がこの3種目を行い、その合計点で順位が決まります、はい、ではスポーツクライミングの歴史を説明する前に、はい、大元のロッククライミングから順を追ってその歴史を説明していきたいと思います、はい、お願いします。ロッククライミングはもともとは高所を登る登山の一つの手段でした、はい、ヨーロッパの高山は一年中岩と雪の世界で、はい、ロッククライミングもそういった高所登山の一部、あるいはそのための練習として主に行われていました、はい、そしてロッククライマーはヨーロッパや全米各地にいました、はい、そんなクライマーの中には世界的にアウトドアブランド、世界的なアウトドアブランドパタゴニアの創始者、はい、イボン・シュイナード氏などもいたそうです、はい、そんなクライマーたちの中から、はい、従来のロッククライミングとは異なるフリークライミングの考え方、スタイルが生まれました、はい、それは岩を登ることを純粋に楽しむためには、はい、岩には加工をせず、そして道具を極力使わないスタイルで登ることが正しいという考えです。はい、まあ、従来の登山の一部としてのロッククライミングでは、はい、難しいところでは手がかりや足がかり、あぶみなどをセットして登ったり、ロープを掴んで登ったりすることが普通でした、はい、岩を登ることが目的ではなく、はい、山頂に至ることが目的なら登る方法は何でもありだったわけです。なるほど、まあ、極端に言えば、はしごをかけたり階段をつけて登ってもよいわけです。そういうことですね、まあ実際日本の登山道にも、そうやって登りやすく整備された岩場がたくさんあります、はい、まあ、そうしてこういったクライマーたちは自然の岩をありのままの姿で楽しみ、はい、もし登れない時には道具を使って克服するのではなく、はい、自分の身体能力や技術を高めることによって克服するという理想を掲げたのです、はい、そのスタイルや考え方は従来のロッククライミングと区別するためフリークライミングと呼ばれました、はい、フリークライミングのフリーとはアルコールフリーなどと同じくないという意味です、はい、登るために道具を使わないクライミングという意味です。あ、なるほど。落ちた時に支えてくれる安全確保のための道具だけは別として、はい、登るために人工的な器具を使わないというのがフリークライミングの根本的な思想です、はい、そこから自然の岩場以外に人工の岩を登る、はい、アウトドアクライミングもフリークライミングインドア、あ、インドア、すいません、インドアクライミングもフリークライミングに含まれ、はい、フリークライミングではルートないし課題の完登が主たる目的の一つとなり、はい、クライミングのブーム自体を楽しむことも重要な目的となっており、はい、このためこのスポーツ性格に着スポーツ的性格スポーツ的性格に着目して、はい、スポーツクライミングと呼ばれることになりました、はい、
スポーツクライミング競技の歴史はまだ新しく、はい、1989年に開催されたワールドカップが最初の国際的な規模の、正式な大会だと言われています。もともとフリークライミング人口の多かったヨーロッパを中心に急速に発展し、はい、1991年には世界選手権がスタートしました、はい、現在、国際スポーツクライミング連盟が認定する公式競技会で行われている種目は、はい、リード、ボルダリング、スピードの3種目が開催されています、はい。まあ、スポーツクライミングでの日本人選手では、はい、野口啓代選手が今年のジャパンカップで優勝し、はい、先月中国で行われたワールドカップも優勝し、ワールドカップ通算、はい、20勝目を挙げるなど活躍されている選手です、はい、また CM などに出演されていた大場美和選手は現在20歳という若い選手も多く、これからのスポーツクライミングを牽引するであろう有力選手がいます、はい、さてそんなスポーツクライミングから出題していきたいと思います。はい、はい、お願いします。第1問、スポーツクライミングでは3種目の競技が行われますが、それぞれ何メートルの壁を登るでしょうか。それぞれ、はい、はい、スピードとボルダリングとリードです、はい、リードがなんか高い壁って言ってたんで、はい、10メートルとかですかね、はい、でボルダリングはいくつかって言ってたんで、まあ、確か4メートルとか5メートルぐらい、はいはい、スピードはでスピード速さを競うってぐらいの8メートルぐらいとかですかね。正解はですね、スピードが15メートル15、はい、はい、でボルダリングが5メートル以下、あ、はいはい、でリードが12メートル以上となっています。なるほど、そうやって区分付けされてる、はい、へ、じゃあ引き続き第2問に行きたいと思います、はい、スピード競技では、まあ、フライングは何回目で資格になるでしょうか、はい、2回とかなんじゃないですか。1回は大丈夫だけど2回目でダメみたいな。なるほど、正解はですね、1回目でもう即資格です。1回でダメなんです。はい、そうなんですよ。結構シビアなんですね。そうなんですね。はい、じゃあ第3問に行きたいと思います。はい。リード競技、ボルダリング競技ともに、はい、トライ前にルートの下見はできるでしょうか。その壁を登るための壁の下見。あ、ルートをどこ使うかみたいな。はい、そうですね。はどの競技もできるんじゃないですか。答えはですね、リード競技はトライ前にはルートは見れないんですよ。はい、もうぶっつけ本番でやるって。そうです。初見で登るっていうのが原則で決まってるらしいです、はい、じゃあ最後の問題です、はい、ボルダリングでの競技時間は予選と決勝それぞれ何分でしょうか。予選と決勝、はい、違います。はい、予選決勝、はい、それぞれ、8分と10分。そんなに登ったら疲れちゃうと思うんですけど答えは5分。あ、予選が5分で、はい、決勝が4分です。あ、決勝の方が短い。そうなんですよね、はい、はい、いかがだったでしょうか、はい、最近ではスポーツジムなどにもボルダリングを実際にできる施設が増えて人気が出ているスポーツですので、はい、まあ、皆さんも観戦だけではなく実際にやられてみるのも楽しいかもしれません。以上、ラジオでスポーツのコーナーでした。皆さん、エンディングになってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。そして皆さん、どうぞ私たちにお便りお願いいたします。ファックス番号047-303-3974 047-303-3974、 メールアドレスは fmu@fmu.co.jp fmu@fmu.co.jp、 はじめの2分までお待ちしております、はい、ということで、はい、今日の放送もうエンディングですよ。もうエンディング、いやもうね、本当に梅雨の時期早く開けてほしいなって思います。そうですねこの時期はジメジメしちゃいますからね。そうですね、はい、はい、それでは初めの2分、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。この番組のパーソナリティは安田雅史と小林誠也でした。皆さん、最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。